でトーークテーマが <laughs> 運命運運運運命運命運命なんかある運命運命いやもう結構そう無理やりではあるけどさ、うん、あのー、草薙ってさほら、うん、芸人やるようなやつじゃないじゃん。うんうん、でそれこそさほら吉本の NSC も落ちたりねそうちょっと知らない人のためにちょっとど そう N まず芸人になりたいってなって吉本の NSC っていう吉本の養成所しか僕知らなかったからそこになんかとりあえず行って面接に。でなんかネットとか見てったら、うん、住所書ければ受かるって い <laughs> いや本当にいや本当,本当名前と住所書ければ<う>受かるよって書いてあったから本当名前とで引っ越したてだから一応住所ちゃんと覚えてったのよって覚えてメモして行って確かに入り口で名前と住所書いて、うん、みたいな。でなん面接さんにあって、うん、落ちたんだよね。 そう何、ね、かその <laughs> か落ちて、ね、<laughs> 落ちて、ね、<し>分かんない何か落ちたのれあ覚えてい。あんまり覚えてないいこれね実はね、うん、あのレインボーの実方さんが、うん、そのお前の NSC の面接を担当した人にその時の一部始終を詳しく聞いたの、うん、で、それを実方さんが俺に教えてくれたのうんうん えででそれをちょっと俺話したいなって思ってて、うん、こう覚えてないでしょ全然お前いや全く覚えてないそれこそ,そのお前そのほら落ちたら死にますとか言ったっていうエピソードかあっ PR でそうおどれぐらいの気持ちで臨んでますかみたいな時に、うん、落ちたらもういますみたいなエ言ってた,そうそうそうってたでちょっと引かれちゃって落ちたんじゃないかみたいなこと言ってたじゃん、うん、でそもそもそのお前その履歴書に書いてたんだってそれ 落ちたたら死にますみたいな自己 PR のところにえー、俺がそう、うん、でもう書いてあってて、うん、で面接始まる前からもうみんなの中で有名だったらしいその面接を担当する人たちの中で、うん、やばいやつが来るぞみたいなあいやあの日そう、うん、もうお前知られてたのよあ履歴書送っただけでそう、えー、もう話題になってて、うん、でお前遅刻してったでしょ 俺ね、二時間ぐらい遅れて、そう、酒飲んじゃんだ、だからただそれねあのー、<laughs> 来なかったのよだからお前が、うん、来なくて、うん、でそのもう面接会場をスタッフをみんな片付けてたのよ。うん、あ,あそうなんだ。そう、うん、片付けてたら急に動画ガチャって開いて。うん お前が入ってきたびしょびしょのやつがバッて入ってきてでああれかな面接の子かなって思ったけど、うん、その本当に「遅れてすいません」とか、うん、一言も発さずに <laughs> ただ呆然と立ってたらしい。<laughs> でもみんな怖っって言えなかったね遅れてすいませんでも習ってなかったでその要するに NSC の面接の前年にねんかそのコントみたいなのをやるやつがいてそのコント中に本物の包丁を出したやつがいたらそう事件があったらしいのそれをみんなフラッシュバックしたんだその瞬間 スタッフの人がみんな「わあってあれがもうクラッシュバックしてやばいぞこれってなったのただまあ面接はしないといけない刺激しないようにちょっと面接はしようみたいなで本当に普段の10倍の距離で面接したらしい <laughs>、ね、<laughs> めちゃめちゃ遠かった <laughs> <う> <laughs> 面接官がめっちゃ壁に張り付いてる <laughs> 十分に距離取って。 本当に3 0ルぐらいあったから、うん、十分に距離取って、うん、で吉本でもよりすぐりの,その体格のいいやつを集めて横に置いたらしいくさんいたのよ。でそのまあ面接官もちょっとやっぱ怪しいじゃんお前は、うん、さすがにそれは、うん、様子がちょっとおかしいと、うん、だから身元をじゃ証明できる人いますかって言うんで、うん、なんかそのお母さんに連絡取ったりしてもいいって。 あーか,聞かれたかなか覚えてる覚えてないっていうのを聞いたのよ、うん、そしたらその前全身を掻きむしりながら「うん、お母さんは嫌だお母さんは嫌だ」って怖っ <laughs> <laughs> ってなってみんな <laughs> 話さないでそれ <laughs> そんなんだったらまあ <laughs> でもそんなんだったらそんなだったらしいででも吉本の社員さんってやっぱコミュニケーション能力高いから、うん 結構お前にバーって話しかけてどこから来たのどこ泊まってんのとかしたらまあ最終的にはお前笑顔を見せてで面接が終わってで普だだったらまあじゃあありがとうございましたってドアから出してすぐ帰らすんだけどお前の場合はその車内をうろつかれるんじゃないかって恐怖があったから全員で送ったらしいんだお前出口まで外までそうそう外までなんかさよならってみんなでそう。 で最後なんかそのそうだホテル泊まってたホテルまでの行く道をその地下鉄これ乗ってこれ乗り換えてみたいなのを全部書いてくれてそうだから優し受かったと思ったのよ。と思ったでしょでもやっぱそのお前をねまあ「じゃあじゃなら」って送ってでその隣にいた吉本の子がそのの面接を担当してくれた人に「どうするんですか?」って言ったら食い気味で落とすに決まってるだろう そうよ、こ <laughs> れは運命とし <laughs> か言いようがうな,ないです。